ペドロ・パンゲリナン・テノリオは第2代、第5代北マリアナ諸島知事を務めた政治家。在職12年とテノリオは北マリアナ諸島の歴史の中で最も長く知事を務めた。テノリオはサイパン島で生まれたがグアムのジョージ・ワシントンハイスクールを卒業しグアム大学に通う。学校の教師、海運会社の幹部。 海軍の技術訓練部隊の監督者として働いた。ミクロネシア連邦議会会員議員を務めた後、マリアナ諸島地区議会議員となった。1978年、北マリアナ諸島がアメリカ合衆国のコモンウェルスとなった際、際第1回コモンウェルス議会の北マリアナ諸島上院の副委員長に選出され、プログラム委員会の委員長を務めた。1980年に、 上院議長に選出された。1982年に第2代北マリアナ諸島知事となり、その後、1985年に2期目の知事再選を果たした。1997年11月に再び知事に選出され、1998年1月12日に第5代北マリアナ諸島知事に就任した。テノリオはソフィア・パンゲリナンテノリオと結婚し、 9人の実子と1人の養子を育てた。2018年5月21日にサイパン島のガラバンにあるコモンウェルスヘルスセンターで死去し、サイパンのチャランカノアにあるマウントカーメルセメトリーに埋葬された。ありがとうございます。